そうなんですよ。ごめんなさい。いや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 、なんか今溶けるように声が出た。ただ何これと思ってる。天国みたいなサービスあるのかな、マッサージとかは普段受けたりしますか。あんまりしないんですよ。お店とかにも行ったことない。行ったことあんまないです、ね、あ、ないです、はい、それでも肩こりはある。肩こりあります。触ってみたら多分分かると思います。はあ、あ、うん、なるほど。ありますね、ありますね。肩こりとこの背中のこり、この部分がすごいですね、はい、ここのね、うん、あ、背中すごい、背中すごいと思いますよ、このライン。ちょっと行きましょう、行きます。本当、多分こっち系のマッサージ初めてぐらいですね、はい。しっかり取っていきます。いや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 、ね、こんなところにただがあるの。いや、最初お財布出そうとしちゃったから出すべきでしょう、ね、いやいやいや、出さなくていいないで、もうあの出したら僕もなんか頑張らんといけんじゃないですか。いや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 、いや、まあでも一応僕ちゃんとあのプロの、はい、プロなんで一応、はいはい、仕事の方もしっかり、ね、本職なんで。やっぱあります、肩こり。ありますよ、十分あります。あ、よかった。男性はね、ほぼほぼ持ってるんじゃないか、20代前半あたりはまだあるんだけど、30、40、50に関しては絶対あります、ね、はい、結構そこは強くはないと思うんですけど、うん、あ、でもね、普通よりちょい強いぐらい、強いぐらい利用してるっていうか、はい、さあ、まだこの力加減と気持ちよさ的にはいかがですか。もう最高です、ね、最高です、うん、もう存分に、うん、堪能してください。あ、これ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 、え、なんか首怪我しました。あ、はい、ケーツやってる、これケーツやってる。あら、やっちゃってるんだ。手術してる後やから、はい、手術しました。あ、事故。いや、あの、元はあの、高人筋体骨化症っていう、はい、あの、ちょっと首の頸椎 の変形の手術だったんですけど、それは辛いですね。それもあってから結構、頸椎関連はね、やっぱやっちゃうと、肩とか腰と、あ、肩周りは悪くなりやすいです。そうなんだね。いきますよ。いや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 、なんか今溶けるように声が出たな。いや、その代わり真面目やりますね。もうがっつりやりますね。おい、お前大丈夫なんだ、おい。おい、おい。右肩と左肩どちらきついとかありますか。右の方はきつい。でも左でもなんかこの反応だから。そうなの。同じぐらいですかね、多分。うん、一応ね、今日はね、この肩周りと、あと肩甲骨をちょっと剥がさせていただきます。少し。はい。あ、こちいいですよ。どうしました。まあでも痛すぎたら言ってくださいね、もしね。いや、多分ちょうどいいと思うんだけど、僕の中ではこれぐらい。これは初めての反応だな。ああ、でも右の方が硬いですね。うん、ちょっとある感じだな。いやいやいや、もう終わる頃にはだいぶ。普段はでも、あの、仕事はデスクワークですか。デスクワークです。ああ、ですよね、デスクワークです。うん、首もやらんときやな。ごめんなさい。いやいや、いいですいいです。やりがいがある方が僕嬉しい。本当に。ここなんですよね、この背中の、うん、この背骨からの、そう、すごいことや。これでもいつ怪我したんですか。
これ怪我じゃないですか、あ、じゃあ怪我じゃない、怪我じゃない、そうそうそう、怪我じゃないですよ、ね、あの手術はもう去年ぐらい、去年、はい、あら、去年か、そうなんです、じゃあ今からどんどん悪くなるパターンじゃないですか、そうなんです、今からじゃない、今からもうどんずっともう痛くて痛くて、うん、いや仕事中きついでしょ、きつかったんですよ、でしょ、ずっともう肩こりが本当にひどかったんで、うん、いやそれは気持ちいいわ、あんまりあの仕事がない時はあったんですけど、ちょっとやっぱデスクワーク始めて多分2時間ぐらい、もう1時間でからもう結構バリバリになっちゃう、結構限界です、限界でしょ、で銃を立ってあの伸ばしたり、うん、はい、揉んだりとかはずっとしてます、あ、やしゃぐらしてください、うん、しないとね、どん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 やばくなってきます、このパターン、あが右肩がそんなにやばい、あすみません、笑って、いいですよ、いいですよ、この反応は初めて大概のみんな、あー気持ちいいとかあーとか言うけど、笑うの初めていや、あまり気持ちで笑ってしまうんですよ、へえー、面白い、うん、マッサージしても笑うタイプ、あーいいわ、真ん中気持ちいいっすね、うん、いやこの背骨のね、ちょうど、この後頸椎なんで、はい、この部分、あーが、おは、うん、うん、よし、さあ次の段階に入っていきます、次ね肩甲骨剥がします、はい、これをね後ろ回して、これ力抜いてください、こっちはいいですよ、こっちはいい、うん、もうこっちはね、ここまず予防範囲でいきます、はい、しょ、こうきてね、お、硬いですね、硬いです、うん、今おいくつですか、37です、はい、今からやばいな、でも結構整体もちょっと考えてたんですけどね、やっぱり、うん、整体か病院かちょっと2つ考えてたんですけど、病院は行かなくていい、行かなくていいですか、行かなくていい、うん、はい、病院は今もう正解ははい、まあ要はレントゲン取って終わりなんで、あとはもうその電気治療と、うん、はい、薬だけなんで、あの大分、とある病院とかはもう電気治療ですね、はいはい、もうそれだけじゃ意味ないです、正直言ったら、でも腰もちょっとやってて、はい、もうずっとそれこそ電気治療ばっかなんですけど、低周波、はい、腰のとこずっと当てられて、はい、もう終わったって感じ、低周波だけじゃダメですね、ダメですかね、やっぱり、あのね、低周波に関してはすいません、1個言ってた、軽でしょ、軽くなるんですよ、マジか、ごめんなさい一応やば、俺ここまで届くまだまだまだ笑うしかねえって、笑うしかねえ、はい、ここで行きますよ、はい、こっちもね、じゃあ悪い方行きましょう、あ、こっちは硬いな、行きます、あーやばい、全然入らない、入らない、こっちの方が本当かする程度で入る、ちょっと待って、もう行った、もう指で強引に行きます、ああやばいな、右だけはやばい、本当にやばい、あ、こっちが、うん、まあ7対3ぐらいで悪い、うん、やっぱりどうした、うん、それぐらい悪い、そんな入らないもんなんですね、やっぱり、うん、やっぱ、うん、無理は来てますね、じゃあ力抜きますよ、はい、首もね、こう来ますよ、はい、で、ちょっと背筋をこうちょっと伸ばす感じで、はい、で力を抜く感じ、はい、ちょっとは入ったかな、あ、入った、はい、あ、それでも硬い、やばい、あ、いくらやっても気持ちいいじゃない、ここは、うん、うわちょっと無理はしないといけない、いや無理できる、できることもないですけど、まあいいや、ちょっとこう落ちますよ、右だけ悪いんだ、こう落ちて、はい、脇伸ばします、はい、あ、おお、あ、伸びて、なんか伸びて、いや伸ばしますよ、はい、次なんかしたけど伸びて、やばいっす、マッサージはいいものですよ。
でもね、マッサージもいいんですけど、結局のところはね、自分の改善しないとやっぱまた痛がちごっこになっちゃうんで、うん、仕事の改善です、要は。まあでもそうやってストレッチを覚えてるんだったらいい方かな、きっちりと持ってるんだったらすぐストレッチ、うん、本当ストレッチ、僕なんかも結構やってますよ、ちょっとでもきついなと思ったらすぐストレッチしますよね、うん、そう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 、はい、ちょっとね、首行こうかな、失礼しますよ、気持ちよすぎる、じゃあやって私も、首も悪くなりやすいですからね、頸椎あたりやると首もダイレクトいきますから、もう本当にダイレクトです、ね、うん、首と肩ですね、うん、首と肩です、だけなるべく、まあ、肩と首も伸ばすようにね、はい、うん、まあ、今時ストレッチは YouTube 見ればいくらでもありますので、ね、ありますもんね、はい、ああ覚えてすいません、いや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 、もうその反応がいい、なんで俺スナイトでこんな天国みたいな受けんとはね、いやラッキーじゃないですか、ラッキーですよ、はい、こっち反対いきますよ、はい、すいません、硬いでしょ、うん、硬い、十分硬い、右の方がやっぱやばいな、ちょっと若干跳ね返るぐらいあるな、そうなんですね、おはあ、あー気持ちいい、あーはー効きますね、効きますよ、効きますね、なんかもう全身の疲れがなんかもう効きすぎてなんかもう飛んでいってます本当、うん、ちょっとね、これこう置きますよ、これ置いてくださいね、ここをね、ちょっと伸ばしますよ、自分でこうやるといいですよ、こうやってね、はい、この頭を持って、はい、こう持つ、こう持って、はい、こう持つですよ、でこの後ろをこうやってた状態 で自分をこう持ってくると、あ伸びてる、そう、腕をこう後ろにやるとこれ肩がこうなるんですよ、はい、でなるこれを利用して頭を自分で持っていくっていう、こうじゃなくてこう持つ、ね、そうこうして肩を持つとこう、そういうことです、でぐーっと持ってくる、って感じで、もうなおかつ首が悪いとこあったら4指でこう押さえるんですよ、この押した状態で、でこう伸ばしてください、効くから、ほら効くでしょ、はい、まあ、こういうやり方やってください、本当に悪い時に肩の、はい、ということでね、最後肩もう一回やって終わりたいと思います、あー指じゃない、肘線ずっとやっても気持ちいいタイプ。右は本当に気持ちいい。うん、ずっとやって気持ちいい、本当に。揉み返しも起きないタイプ。一緒にです。はい、最後こっちもね、最後やります。最後にね、肩を叩いていきましょう。すいません。うん、いつぐらい始めたの？あ、これですか、はい、4年前ですよ、あ、3年から4年前ぐらいですね、本当に最近行ってなかったんですよ、はい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 、毎週一応やってますよ、あ、本当、はい、うん、毎週でもここに寄ったり、駅に寄ったり、はい、宮古町に寄ったり、あ、そうなんですね、結構いろんなところにいます、朝から今日フナイトで最初何これと思って、あ、こんな天国みたいなの
サービスあるんかなと思いました。ないですね。あんまりこういうことやる人少ないんで。こんなのやる人はちょっと中国人ぐらいです。お疲れ様でした。ありがとうございます。いやいやいやさあいかがでしょう、方の方は。もうちょっと見ていいですか。はい。あれ？ここまで曲がります。まあだいぶいいと思う。少しはやるとやらんではね全然違いますので。はい。そう何これ？届く。そこまでもうね、まあ、ある程度もともとあの可動域ある方とは思いますんで。やっぱそのうん。まあ仕事頑張ってください。軽っ。若いのに疲れてんのね。そうなんです。自分の肩がないぐらいですね。またねあのきつい時ぜひあの来てください。いいよ本当。お待ちしてますので。